はい、皆さんこんにちは、セレブ SR です。本日もちょっと時間がないので、いつもの湖に来ております。本日はカヤック。で、場所がまた違うところに来てまして、あそこにマダミーのインレットが別途ありまして、あの辺を後でやっていこうかなというところです。で、本日は前回 LINE トラブルがありまして、LINE をメーカーと番手、まあ、グレード的なものも全部変えまして、6ポンドでバリバス、スーパートラウトアドバンス、一番強度が強いってやつですね。でルアーも珍しく私にしては、トリプルフックでバーブありということで、もうキープを目論んだセットとなってます。で数回投げた感じだと、まあいい意味で変わらないのでいいんじゃないかなと。これでトラブルさえ起こらなければいいんじゃないかなと思います。距離とかちょっとよくわかんないですね。今日風がすごい強いんであんまり変わらない気がします。私はもう本当にこのブレットンのスピナー愛用してましてですね、どうだろう、7割ぐらいはもうこれで釣ってるんですよね。本当は金が良かったんですけど、金が売り切れてまして、見たことがね、オレンジ色になっちゃいましたけど、トリプルフックでバーブついてるとね、ロストする率も高いんで、それも嫌で私シングルなんですよね。シングル一択でやってまして、まあ、よほどね、台風並みにしてたら帰れなくなるかもしれないですけど、この距離なら、ハンガーノックになっても多分帰れるんで、その点は非常に安心できますね。で水位はですね、ちょっと回復したんですけど、やっぱりね、まだまだご覧の通り。お、釣れた。釣れました。バレたか。あー、結構いいサイズだったな。40ぐらいやっぱり。見えましたかね？見えないだろうな。ちょっとね、ここだと位置が低いんですよね。ヘッドマウントの方がいいかな。幸先いいですね。まああんな感じであそこのラインなんですよね、だいたいアベレージが。どんどん下流側に流されます。ああ、また今チェイスがありました。よし、飯食いましたんで再開であります。上つらい向きなんですけどね、狙った通りの地形なんですけど、当たりが全然ない。ではシンキングミノーに変えましたので、ちょっと沈めてみましょうかね。めっちゃ根がかりそうだけど、釣れた。ようやく来た。小さ塩焼きじゃねえか。しかもスレだし。よいしょ。この時期こういうインレットはちょっと大物いないのかもしれないですね、もしかしたら。基本河川残留型も小さいの多いじゃないですか。まあ沈めた方がいいってことは分かりましたけどね、少なくともこの地形では。でかい、釣れた。でかくはないか。おお、でもまあまあじゃないですか。おお、結構でかい。結構でかいっす。やったー。痩せてるけど。よっと。
おお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 お、はい、ちょっとじゃあ気温低いんでね、あんまダメージもないということで、ちょっと釣り人みたいで申し訳ないですけど、キュッキュッキュッ、40は絶対ある。とりあえずキープ。じゃあスカリーに入れます。でかい。おほおほ、スカリーに入んない。よし、なんか今変な音してなかった？シャカシャカシャカみたいな、なんですかね。いいっすね、がぜんやる気出てきましたよ。あー、そこであれだ、粉だれみたいなのが起こってんだ。また右手が冷たくなってきた。でも45ぐらいであの引きだったんで、ほんと仮に60とか来ちゃっても大丈夫ですね、このカヤック。前あの春にいたデカゴイとかかかっても面白いですね。濃いコクにしようか。濃い、久しく食ってないな。北海道来たから濃い食ってないですね。7、8年食ってないな。釣れた。あー、バレちゃった。25ぐらいですね。おお、見ました。あ、まだ追ってる。ウケる。すげえやる気。最後逃げちゃいましたけどね。あ、これはおかしいやーっつって、もう一度多分ね、バレてなかったらこれを水にパッてつけたら来てましたよ、イワナ。すごいな。おお、また釣れた。小さいね。あ、じゃないや、バレたわ。追ってる、まだ釣れるかも。多分今一度口使って離して、でも怪しいから追っかけてここまで来たって感じですね。もうまた追ってきた。これアクションつけた方がいいですね。ほら、追っとる。面白いね。よし、今回のゴールはここでいいでしょう。もうこれ以上浅くなっちゃうとね、ちょっと根がかりがやばいんで。Channel to write you on a gay shimazoo.